そうですね。いろいろな場所に移動した方が天蔵様のためにもなりますし。はい、天蔵様。全員ちゃちゃっと昇天させちゃいましょう。風紀委員からのお知らせです。本日のラブハーツのライブですが、無届けだったため実行不可としました。うわー、忘れてた。ドジっ子ですね。もう一度繰り返します。本日のラブハーツのライブですが、無届けだったため実行不可としました。代表者は本日中にステージ制作に使用した資材を片付けるように。ふざけんな。ちょっと忘れてただけだろうが。口で言えばわかるだろ。なんでいきなりステージ解体してんだよ。くそ、ぶっ殺す。
わかったよ。先輩がそう言うなら仕方ない。がま、だけどどうしようかな。何をすれば広まると思う？早く。おお。先輩天才。じゃあちょっと行ってくる。なんとかするってどうするんですか？ここなら人がいっぱいいるよ。ああ、でもドキドキする。うわ、震えてきたぜ。あ、うん、先輩がそう言うとなんかそんな気がしてきた。うん、もう大丈夫。やってくるぜ。Thank you.
ったぜ先輩。見ててくれた？へへん。これもそれもこのギターがあるからできることなんだよね。調子でガンガン人を集めてくるぜ。でも先輩一人じゃ。うん、先輩頼りにしてるからステージのセッティング任せたぜ。ぴったりです。このままいけばバッチリです。